田亮太その先へ。まあ、人生振り返った時にもし明日死ぬとして自分の人生を振り返った時にあの試合が最後の試合で良かったのかどうかっていう自分自身への問いかけですね。やっぱりその答えはノーなので、あの試合が最後でいいのかって自分に問いかけた時に出る答えはいや、あれが最後は嫌だというふうな答えが出るので、王者ブラントに対する思い、あの王座陥落はただの敗戦ではなかった。ムカつくとかなんとかって言葉を出すと綺麗な言葉じゃないしあまり好きじゃないんですけど、なんかこうムカつくっていう言葉気持ちが出てるんです。今回はやっぱりどうしても勝ちたいというか、プロ野球で初めてこいつをぶっ倒して試合を終わらせてやって完結させてやりたいという気持ちが今ありますね。North Africa came to my home country in order to give me the opportunity to be a world champion. I prevailed in that opportunity. Now I am a world champion, and I feel it is only right. And that would truly make me feel like I truly beat the real Rayo Fumarada, which I feel like I was saying earlier. I feel that his biggest power is when he's in front of his people. So I feel that this is going to be one that I will look back on in my boxing career as one of the brightest moments. 今回は特にですね。絶対に負けられないですし、何より気持ちとして負けたくないし、相手に負けたってことも屈辱的だし、自分自身のパフォーマンスに対しても屈辱的だし、そこに対して見返したい、そういう気持ちは強いです。かつてない感情、倒しきることへの執着。でも倒したいです。もう絶対に KO もしくは TKO、 倒れなくたって途中でレフェリーが止めるという試合にしたいです。それでもう完全に勝ったっていうのは気持ちにならない、もう収まりがつかない、そこを目指すだけですね。WBA 世界ミドル級タイトルマッチ、ロブ・ブラント VS 村田亮太。Introducing to you first, the champion, fighting out of the red corner to my right, entering the ring, wearing black trunks with bronze trim, fighting out of St. Paul, Minnesota in the United States. He weighed in at 72.2 kilos or 159 and one quarter U.S. pounds. With a record of 25 wins and one loss, he has 17 wins coming by way of knockout. Tonight, making the second defense of his title, ladies and gentlemen, please welcome the accomplished, reigning and defending WBA middleweight champion of the world, introducing Rob Bravo Brand! ここまで黒星奪還に一つのチャンピオンです。2度目の防衛戦に向かいます。アメリカのロブ・ブラント。And his opponent across the ring is the challenger, fighting out of the blue corner.Wearing blue trunks with white trim, fighting out of Tokyo by way of Nara, Japan. He weighed in at 72.3 kilos or 159 and one half U.S. pounds. His record stands at 14 wins, 2 losses, with 11 wins coming by way of knockout. Tonight, in his fifth consecutive world title appearance, he is looking to avenge his loss and regain his world title. Ladies and gentlemen, here is...one of the distinguished and respected stars of the middleweight division, the 2012 U.S. Olympic gold medalist, the WBA number 4 ranked contender, and the popular former WBA middleweight champion of the world, introducing Ryota Murata! この大歓声です。9ヶ月ぶりの再戦にして大逆転マッチ、村田亮太です。村田は9ヶ月前このロブ・ブラントの前に大差判定負け、世界王座から陥落しました。長谷川さん、9ヶ月前は第1ラウンドからロブ・ブラントがとにかくハイペースで飛ばしてきました。そうですね、まあ、前回の敗戦からここまでどれだけの成長をお互い見せてきたかっていうのが大きな勝敗を分けると思います。中でも変化が求められるのは9ヶ月前に敗れた村田亮太の方かと思われます。村田はどう出てくるか、それに対してブラントはどう対応してくるか。さあ村田亮太、人生最大のリベンジマッチ上幕が上がりました。まずは見合って最初に手を出してきたのはロブ・ブラントです。まだ村田は手を出していません。まだ出さない、左のフックはガードしています。右のストレートボディに伸ばしてきました。やはり井上さん、はい、この試合もブラントはまず立ち上がりからハイペースで飛ばしてくる戦略でしょうか。まあ、やっぱりペースを取りにもう1ラウンド目から来てますね。はい、村田が今ようやく最初に手を出しました。
右左、そして今は右のボディを返してきました。今はここはガードを固めてディフェンスを取っている村田という状況です。その村田のボディにサイドからパンチを打ち込んできます。ステップを使ってきました。この入り方は長谷川さんにはどう見えますか。まあブランドの前回と同じで得意な入り方ですよね。はい、右のストレートが村田、これはステップでかわしています。ただ村田選手は前回試合しているので、はい、右のストレート、この戦い方はもう予想できていると思いますから、はい、まあ、あとはどういう対策をしてきたかということになると思います。手数のという意味ではこの試合もどうやらブランドは村田を大きく凌駕していきそうですが、しかし村田も井上さん、かなり大きなパンチは出してますね。狙っている右のストレート、パンチはもうグイグイやってるんで、はい、この調子でいってほしいですね。前回の村田はこうブロックを固めて打たせてもいいというような、まあ、この攻めと守りが分かれてしまっている立ち上がりでもありました。今日の村田は第1ラウンド手数はブラントが圧倒していますが、右のストレート、このようにビッグパンチは出しつつあります。まあ、あの動くのは分かっているので、動かないボディを村田選手は1ラウンド目から狙って打てるように見えますから、はい、右のフックです。右のフックに右のストレートを出していったのはロブブラントです。近い感じでボクシングになります。右のストレート、右のストレート、どうやらこの試合は立ち上がりから打ち合いになっていくのかどうか。狙って右だ、いいボディ入ってますよ。はい、井上さん、プレッシャーはかかってますか。ブランド嫌がってますね。はい、もうプレッシャーは感じてます。前回の立ち上がりではちょっと違いますね。まあもうやっぱりお互い手の内分かってるんで、もう1ラウンド目から激しくいってます、ね。はい、右のアッパーから変化して右のサイドフックです。それを左から右のストレート。村田も、まあ、試合前からペース配分は考えずに立ち上がりがガンガン飛ばしていきたいんだという話をしていましたが、どうやらその言葉通りの展開になっています。左アッパーから右のストレートです。まだ30秒ありますが、村田がプレッシャーをかけ始めている。右から左だ、ボディがいいですね。はい、これ嫌がってますね、村田さんね。右のフックだ、しかし打たれた後ブラウトの高くは返しています。まあ、長谷川さん、ブラウト、右だ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 、第1ラウンドからチャンスを作るか。残り10秒、左ボディ、村田、大変な第1ラウンドになりました。ガードを並べる村田、マイナビスペシャル村田亮太ミドル級世界王座奪還へ、改めて実況席をご紹介します。解説は元世界3階級制覇王者の長谷川穂積さん、そして WBSS 決勝進出を決めているモンスター井上尚弥選手です。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。さあ第1ラウンドですが、長谷川さん、はい、攻めてきましたね村田は。いや、村田選手しっかり対策してきて、ボディからボディからという攻撃を1ラウンド目からしていきましたね。はい、顔面にはややちょっと赤いものも残っていますが、さあ2ラウンドです。長谷川さん、この2ラウンド村田はどんなことが大事になってきますか。そうですね、あの1ラウンド目と同じ攻撃の仕方で僕はいいと思います。井上選手はどうご覧になりましたか。はい、もう勢い止めずにこのまま前半勝負でいってほしいですね。ここも村田が前に出始めてきました。森さん、はい、村田陣営ですけれども、第1ラウンド最高の出来だという話をしています。戦略通りの立ち上がり、そして入場も含めて今までで一番の集中力だということです。はい、という木村拓哉アナウンサーのリポートですが、ここは右のストレートボディです。あのボディが井上さん非常に有効だと思います。左ボディ入った、このボディが後半効いてくるんで、ブラントの足を止めるにはこのボディを前半から、はい、右のストレートだ、チャンスですよ、チャンス。
これが僕にとって最後の試合になるのか、もっと村田を見たいと思ってもらえるのか、それをジャッジされる試合になる、そう話をしていた村田です。この大歓声がその答えです。長谷川さん、はい、素晴らしいリベンジでした。ああ、 今放送席の長谷川さんと、We have the time of 2 minutes 34 seconds in round number 2. Our referee in charge, Luis Pavón, stops the contest. He is the winner by technical knockout. And he is once again the WBA middleweight champion of the world. Yeah, 今日の村田選手は、まあ、もちろん過去最高に強い村田選手でした。9ヶ月前失った漆黒の WBA のベルトが再び村田の腰に戻ってきました。通算2度の WBA 世界ミドル級チャンピオンとなりました村田。村田の一言一言に場内が湧き上がりました。改めて村田のラッシュです。家族への思い、生まれ育った関西の仲間たちへの言葉、さらには支えてくれる帝拳ジム全員への思い、それをリング上で言葉にしました。この最後のラッシュは井上さん、はい、見事でしたね。いや、もう見事としか言いようがないですね。もうやっぱりこの9ヶ月間、はい、もう練習してきたことをこのもうラッシュにかけたと思います。まあ、長谷川さん、はい、練習通りのことができたと話をしていましたが、はい、それをするのが大変なことだと思うんですが、そう、僕がスパーリングに出してもらったことと全く一緒の展開を持っていったってことは、それだけの練習を積んできたことだと思うので、本当に今日の勝利は素晴らしい勝利だと思います。これがオリンピックでアマチュアでも金メダルを取ったものの力なんでしょう。戦術遂行能力は極めて高い選手です。変化が求められた村田、その変化、このプレッシャーの中で見事に第1ラウンドから一気に攻めていくという。